レッツゴーフライデー今日の反省室さあ始まりました。ウェブラジオ限定のお楽しみ動画コンテンツ今日の反省室でございますけれども、はい、今日は反省点はそんななかったかな。言ったらもう放送この放送100回目記念の ね、100回記念もうすごい豪華な放送だったじゃないですか。びっくりした。まさかいやゲストがやっぱ豪華なゲストがね、サプライズゲストっていうの、はい、ね、言ったらジングルも、うん、そうやで。ねえ、もう皆さん豪華な、うん、もうマダムココさんに始まり、まあ、すごいですベラとバギちゃんと、はい、ねえ、まあでももうちょっと贅沢言うとちょっと鎌口ほもえちゃん入ってもよかったなと思う。そうか、この番組名古屋やからちゃいます。名古屋、そうか、関西の皆さん、ね、関西の方でしたね。でもこのやっぱ番組で結構名前出してるのは、そう、名前出したからな。そうね、電話出演です。安倍さんが、安倍真央さん、ね、びっくりした。すごいですよマジで、うん、ほんまに聞いてくださってて毎週、うん、でそう聞いてくれてはるんやっていうのだけで、うん、めちゃめちゃテンション上がってたんですよ。それだけでな、好きやから、はい、うん、そうお伝えしたじゃないですか。 でもまさか、うん、ほんまにメールしてくれてありましたよあれ。いやそうやで、ほんまにびっくりした。でそんだけあれでやっぱ気づけへんもんな。まさかしゃべろ、いやほんまにいつもの喋りとやっぱほんまに、だから最初3人ともいやこれほんまお前は仕込みの人ちゃうみたいに一回なりましたよ。喋り方上手やから、あれも冗談でしょ。でも冗談で言ってませんでした、うん、ほんまに普通にお勤めされてる女の人やと思ってて、いや私もそう思ってた。喋ってたあんな愉快な、だってほんで年齢ももう嘘書いてたじゃないですか。スタッフさんの仕込みうまいなと思って、そう、うちらより年上の年齢書いてたんですよ。いや見てんな、はい、そう見てるんですよ。ほんでちゃんと本名も全然違う名前書いてて、うん、そうすっごいなと思って。ベマベマやから、そう、あそこで気づくべき、ベマスやな。いやいやでも分からへんわ。でももう音楽流れて声歌声聞いた瞬間にも鳥肌立ちました、マジで。で今考えたら、はい、やっぱり10年の節目で、うん、皆さんってどんな感じでその節目迎えましたかみたいな質問する時点でやっぱりちょっとこれ聞いてる人はそんな質問絶対思いつけない。ちょっとね、いやいや、でも確かにいつもと違う感じの質問のレベルがやっぱ高いっていうか、そうですね、あのアーティストの質問やと思うわ。今までやったらあの同居人がお風呂入ってくれないですとか、どうしたらいいですかとか、そんなんばっかりやったけど、後から思えば気づかなあかんとこいっぱいあったわ、ね、ただ、うん、ほんまにもともと好きですけど、安倍真央ちゃんの好感度ぐーんさらに上がりましたわ。いや上がったね、安倍真央ちゃんは。安倍真央ちゃんはね、ぐーんと下がった子が一人おんのよ。これ後ろに下がりました。下がったわ。多分下がったよ。大変失礼しました。だいぶ下がってるとちょっと心配になる子が、ね、やっぱお母様との関係ね、やっぱそれはほんまに、はい、お母さんのことちょっと LINE 無視してみたいな、そういやそうなんです、こと言うてんのも、あの土曜の夜8時からやってるヤブーラブラ歩きという番組の中で、うん、その母親とプロレスじゃないんですけれども、ちょっとこうなんですか、あの親子喧嘩みたいなことをやってまして、うん、そのノリをそのまま持ってきた結果、うん、それ知らなかったか、好感度が知らなかったからね、はい、うちらが。だってプロレスってプロレスって難しいですよね。いや難しいですよね。だってそんな簡単にね、だからみっちゃんにはもうマザコンなぐらいであってほしい。そうそうそう、多分みんながそんな感じでそういたねんな。だって実際ほんま仲いいんでしょ。実際仲いいです、はい。東京帰った時も年末ですかね、東京帰って、うん、で母親と二人で家で餃子食べて、うんはい、一緒に作って、うんはい、そんなこともしているので、それよそれ や, いやだそういうことやで、そうやで、そうめっちゃええやん、その一緒に餃子作って二人で食べて、ね、はい、うん、一緒にテレビ見ながらワイワイやって、うわあそっちでしたね。いやそりゃそうや、見たくて間違えましたねえ、はい、まあ、ただいろいろあったんですけれども、ね、しっかりと100人なんとか安倍真央さんのおかげもあって、あ、そうです、今日頑張ってくれて、ね、やる安倍真央さんのおかげなんでそれはもうほんまに一応コースター自体は何枚配ってきてくれた、はい、コースター自体は、40枚前後ぐらい、知恵で1000枚持ってて、ちょっと待って、40枚じゃあ100人絶対上がらないやん。まずだから100人増やそうっていうのにおかしい、いや、やっぱ、安倍真央ちゃん、いやいやいや、私した中のこう、うん、ラジオに出てくださったひなさん19歳の子がしっかりと拡散してくれて、
それによって100人。いや、あの子にも失礼なこと言ってたよ。いや、ほんまに。確かに確かに。一般の子で、やっぱ100人フォロワー超えてるってすごい多い。すごい多いやん。はい、多いですかみたいな。ね、ほんで、他、その、繋がってる人でもっと多い人いますかって聞いてた。いや、そう、ほんまにそれ。こんなことよ、聞くな。ほんまや。変なスイッチが入っていたのか。ね、はい、変なスイッチって何よ。何のスイッチが入っていや、やっぱりちょっともっと稼がないとっていう、その欲深い焦りの部分が、はい、出てしまいまして、ちょっと失礼なこと言ってしまったんですけど、本心では決してないと冷静に考えたら大変失礼なことしてしまったなと思ってます。いや、すいませんでした。アナウンサーやったらそのインタビューも冷静できんようではどうなんですかって、そんなことで上がってしまってたら100回やってあるからな。そうですよ、分かると思うよ。100回姉さんからの、そうだね、言わせてもらうけど100回姉さんから、はい、ただやっぱり3本の指に入る硬さを持ってるっていうのもが聞いてからちょっとまたドキッとしだしたよ、見て。あ、それはなんか田中さん的には OK やったんですか、ああいう会話、ああいう会話。私的には全然 OK で、そのベスト3の名前も上がってたけど、うん、はい、予想通りのベスト3やった。ああ、そうだったんですか。何の驚きもない。うん、まあ多分そうやろうなっていう感じはしたけど。なるほど、うん、だあれも怒られへんかった、あの話は。あ、これそうや、このヤブウラでは、あ、まさかの B が入ってたんや。もう言うてもうたや。え、あ、その硬い動物じゃこうじゃに P が入ってたんですか。いやいや、その順位のところに、あ、まあ、名前が全部出てたんや。で、三井が3位ってこと、はい、水広が3位。でもそれはまあ自分やから言うても、自分やから言うてもいい。2位、1位は迷惑かかるから P を言って。そう言うてもたんや。言うてもた。大反省会やん、今日。いや、違うんですよ、完全に私 の、 あの主観だけなので。予想や、別に見たでもなく確かめたでもないですから。はい、そう、変わってないです。だって触り触りようがないです。でも男の子って別にそんなぐらいするんちゃうの。いや、せえへんでしょ。せえへん。それも上司ですよ、会社の上司ですよ。あ、そう、セクハラになる。うん、いや、分かれへんけど、会社で言うたら、アナウンサーさんってうちらちょっとどうしてもタレントさんみたいに見てしまう時がありますけど、言うと社員さんですからね。まあまあそうやろね。だからそう、大きさとかはそれは一緒にお風呂行ったりしたら銭湯行ったりしたっては見れるやろうけど。そうですね、はい、そうそうそう、それは分かれへんのか、うん、見といてくれへんかな。誰に言ってんの。見て分かるもんじゃないでしょ。いや、だからそのチェックしといてくれ、確かめといてくれへんかなっていうのはあるかな。あ、それはだからみっちゃんに個人的にね頼んだ電波斎藤さんだからね。まあでもやっぱり若いっていうのがあんねやろな。さあ、そうね、話を変えろという、まあ、でも予想と一緒やったってことですよね。はい、やっぱなんとね。さあ、あの YouTube コメントをたくさんいただいておりますよ。S ササさんでいいんかな。 S ササさん、アルゼンチンで聞いています。おー、すごい、世界シーズン。あ、そう、このアルゼンチンの悪口言われへんで、もうこれはねえ、アルゼンチンのイメージあります。何があります。タンゴ踊りすぎるって。それぐらいの悪口言われへん。もう言えないですね。もう言われへんね。ゴーンのベルサイユ宮殿での結婚式の件ですが、はいはい、これ先週喋ったね、引き出物が出たりご祝儀を持っていく習慣は少なくともフランスにはないですよ。ちょっと喋ってましたもんね、引き出物ってめっちゃ豪華やったんちゃう。どんなのかなっていうのは、なんぼも、なんぼ包んだらええのとか言ったけど、日本人の考え方で、うん、そうか、フランスではあんまないんや。まあでもないやろなと思いながら喋ってたけど、いや、嘘や、真剣に聞いてたもん。ずっと考えてて、前の晩から。前の晩から、うん、それを言うたらおもろやろな。そう、今日の部分やで、前の晩から。なんでこのキラーワードみたいな。あんま気に入ってんだよ。え、ちょっとこれすごい。え、マジで。え、何よ。え、パルメットさんは、うん、以前番組でメールを紹介していただいた、うん、アメリカのサウスカロライナ州在住の主婦です。うん、その説をありがとうございました。うん、コースター、無事届きました。え、送ってくれたんですか。国際便やん。すごい。DHL で送ったんかな。送ったんですか。え、海外からのもう全部送ってるんですか。すごい。じゃあこれ、ね、アルゼンチンに送るってこと。いや、これはあの、あ、違います。アルゼンチンの方は YouTube のコメントなんで。ああ、そうか。そうや。あ、なるほどね。あれ、ちょっと待って、じゃあスイスのほらプールで、そうね、 BGM でラジオかけてるっていう館内放送で送ったんすか。てくれたんすか。送ったんすか。スイスのチューリヒー。まさかそのね、国際郵便の方も
キスマークついたコースター今運んでると思ってないですよね。大丈夫かな検閲なんか微妙じゃないキスマークってもうちょっと、ね、なんかあるかもしれない。でもそれ映らんでしょ。いやもうあの何かを何か悪いものを寄せみたいかもみたいな、うん、今いやコロナウイルスみたいな流行ってるからナジャウイルス可能性あるよ。ウイルスケッチ出ましたよ。だからやっぱスイスは中立やから多分大丈夫。今ドヤ顔で言ってますよ。めっちゃ言ってますよこれ。中立すぎるって悪口言ってた。中立すぎるって言ったけどこれねすごい。そう届いたんや。すごい。だからほんまにでも住んではる方から来てたわけですよ。だから疑ってましたけど、ね、ちゃんと住所も書いてくれたはったってことです ね。そうや。すごい世界に広がってますよ。いやだからもうこれでこれを機に世界中からメッセージ来るようになるよ。ただそれをあまり読み上げると番組の予算がどんどんなくなっていく。そっちに取られて。そうやけどこれは世界に言うたらもう言うたらコマーシャルになりますからね。まあでも写真撮って写メで送ったらええと思うな。メールで写メでコースターもらって何お前お前やそれこうやってピュってこんなんでっせってのじゃあ分かればええんちゃう。いやいやでも手元にやっぱ欲しいって思うんですよ。あんのかなそれはね、そうそう生キスですからねあれ、うん、わこれすごい。この方もケン三船さん、うん今回名前を呼んでいただいたケン三船です、うん先日ドラッグのホッシーの話をナジャさんがされて懐かしかったです、うん、私はまだ日本にいた頃この方も日本じゃないのホッシーやマーガレットと一緒にステージに出ていました。ちょっとわかりますかケン三船、はい、ホッシーさんの話って。いやでも紅白に出てたっていう話だと思うねんけど、ミーシャのバックダンサーで、あ今ねニューヨークに渡って、うん今は別の本名でアーティストをしていますですって、うん、すごい、これ芸人でその、はい、あのゲイポルの俳優になったっていうの読みよこれ。もうあの長いからええかな。長ないやろ、ただまさ。テレやん、テレやん。そう、だってそれは別にこの方が書いてはんねんから、ゴーゴーとして。ゴーゴーとして。だからマッチョでイケメンなんやと思う、ゴーゴーできるってことは。そういう意味ゴーゴーって何なんですか。ゴーゴーボーイっていうのはドラッグクイーンと割とセットで、そのクラブに呼ばれんねんけど、私ら着飾ってきらびやかにするやん。はい、ゴーゴーボーイはこんな際どいビキニとかホットパンツとかで一丁でマッチョでヒゲ生えた超イケメンみたいな。ゴーゴーボーイって言うんですか。ゴーゴーボーイ。じゃあこのケン三船さんめっちゃマッチョで。いやイケメンやと思う。イケメンなんや。しかもだってポルノ俳優やってるってたってことは、ゲイポルノ俳優になったのその中でも人気あったんやと思うよ。ね。すごい。じゃあ超有名人。今アーティストやね。でもお名前書いてはらなんか今どの名前でアーティストされてるか。ケン三船なんかな。かもしれない。たくさんね、あの見ていただいて、ほんまメッセージもね、ほんまやこれそうや、こう書かれてんねんけど、あ、ほんまや最後にね、うん、これナジさんが言ってましたけど、みつひろくんは年末放送の年末の放送の時にね、時になんでメールをくれなかったの、はい、あ、これは、うん、三方の世界観を邪魔しちゃいけないなと思ってあえてメール送らなかったです。本当に聞いてました。もう、というのも川端アナウンサーから LINE が飛んできて、うん、光弘めちゃくちゃいじられてるけど大丈夫かっていう LINE が飛んできたので、もう閉めていいそうです、はい、そうですよ言い訳もさせてもらえない。これやね、はい聞いてることを祈るわって言うと、皆さん聞いてました聞いてました。引き続き YouTube の方にもコメントくださいね。嘘じゃないです。以上今日の反省地でした。みつひろくんさよなら。また来ますよ、また来ますよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。